この書籍にはドイツでの武漢肺炎の感染状況が書かれている。時系列的には情報が最新のものではない。日本とドイツとでは感染者数、死亡者数とも桁違いに違う。それにもかかわらずこの書籍は武漢肺炎のパンデミックはないと書いている。武漢肺炎は季節性インフルエンザ程度のものと捉えている。 マスクななども必要いいいと書いているしかしこの書籍の情報は最新ではないため現実の状況を正しく伝えてはいないと思われる武漢肺炎の起源は武漢のウイルス研究所である武漢肺炎は人工的に作られた生物兵器武漢肺炎は季節性インフルエンザの一つでパンデミックなどないというのは中国を擁護することになる コロナパンデミックによって世界の経済は疲弊し、米国での死者数は第二次世界大戦での米国の戦死者の人数を超えている。コロナパンデミックは現在進行形であり、どのように収束するのか予測できない。ワクチンも治療薬も作られているのだから時間はかかるが、武漢肺炎は収束すると期待はしたいが、 インフルエンザが地球上から消えていないように、武漢肺炎も地球上から消えることはないと思われる。ワクチンも治療薬もあるが、毎年、一定の数の感染者が死亡するインフルエンザのような病気になるだろう。国民の大多数がワクチンを打ってしまえば、感染対策をしながら、普通の生活を取り戻すことができる。 最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録お願いします。